ヨハネス・ファン・ヘイクは、オランダ生まれの医師、博物学者、錬金術師、先生術師である。イタリア、ドイツなどを遍歴したので、名は、ヨハン・ヘック、ヨネス・エック、ヨハネス・ヘキアス、ヨハネス・エキアス、ジョバンニ・エッチオなど、様々な名で知られる。フェデリコ・チェイジ、アナタシオ・デ・フィギス、フランチェスコ・ステルッチと共に、アッカデーミア、デイリンチェイの設立者となった。 デーフェンテルの裕福なカトリックの商人の家に生まれた。父親は1587年から1591年の間、市の議員で、1591年に、オラニエコー・マウリッツが率いるプロテスタントの軍がデーフェンテルを占領すると迫害を受けることになったので、ヨハネス・ファン・ヘイクはデーフェンテルで、古典語や神学、天文学、先生術の教育を受けた後、 イタリアに送られが苦悶を続けることになった。ミラノ、パルマ、フェラーラ、ベネツィア、ボローニャ、ローマを旅し、スポレートでジェローシ伯爵の屋敷にしばらく泊まった。伯爵とは、修正交流し、その屋敷にはファンヘイクの装甲が残され博物館が作られている。ペルージャ大学で医師の資格を取り、医師を開業した。フェデリコ・チェージとの交流の始まりには、 次のようなエピソードが伝えられている。スカンドリーリアで開業していた時、貧しい患者に薬草で治療し、地元の薬首相と紛争を起こし、夜中に一人で馬で進んでいる時に襲われ、反撃して相手を傷つけ、その後襲撃者が死亡したため、逮捕され、有罪になったのを浮遊な名門の子息のチェイジは、ステルッティを派遣して釈放させ、ローマの自分の家に招いたという。 チェイジの屋敷でのチェイジ、デフィリス、ステルティとの交流は1603年8月にアッカデーミア、デーリンチェイの設立をもたらすが、メンバーの中ですでに医師、著作者として評判の高かったファンヘイクが指導的な立場にあったと思われる。チェイジの父親のアックアスパルタ公爵はアッカデーミア、デーリンチェイの活動のチェイジへの悪影響を懸念し、1604年の 春にファンヘイクをローマから退去させ、ファンヘイクはヨーロッパ各地を旅することになった。シエナ、ピサ、フィレンツェ、ミラノ、トリノを旅し、トリノの思想家、ジョバンニ・ボッテーロと知り合ったりした。さらに、アルプスを越え、イングランド、ノルウェー、フランス、ポーランド、ドイツ、ボヘミアを旅した。この旅の間、ジェージは、錬金術や、 自然科学に関する珍しい書籍を購入するために、ファンヘイク定期的に資金を送り、集められた書籍、博物標本などは、アッカデーミア、デー・リン・チェイの資料に加えられた。さらに、地方の知識人に、アッカデーミア、デー・リン・チェイの宣伝をした。数ヶ月の旅の後、ルドルフ2世の保護により多数の学者、芸術家が集まっていたプラハに住むことになった。 リドルフ2世はアッカデーミアデーリンチェイの活動に興味を持ち、博物学的珍品を集めた脅威の部屋を作っていた。1604年10月に目視観測できた超新星が現れた。ケプラーが詳しく研究したため、ケプラーの新星とも呼ばれる新星について、ファンヘイクもケプラー、ルドビコデレコロンベと共にこの新星に関する論文を書いた。 チェージに送られた論文はケプラーを含む他の天文学者の非難を含むものだったのでチェージによって修正され発表された。この修正がチェージとの関係を悪化させたのか1605年10月に一旦イタリアに戻るが再び翌年ローマを出た。1608年にはマドリードでフランシスコイルナンデス・デトレドがメキシコで集めた植物を研究した。 1610年にチェイジの父親が母してローマでの活動がより自由になったにもかかわらず、ローマでは活動しなかった。1614年にアカデミーの会議に出て、1616 16年の会議に精神的不調で会議への出席が拒絶された記録以降、ファンヘイクの活動はほとんど知られなくなった。アッカデミア・デイ・リンチェイの活動は、 ジャンバッティスタデラポルタラのより有名な学者が主導していくことになった。デノバステラディスプタティ、ありがとうございます。